こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。本日のお通し、行ってみましょう。ステンレスの天板、そしてタイルにしたわけ。こちらの方のテーマでスタートです。 あんこちゃんよりいただきました。こちら、築45年の戸建てのリフォーム、後期2ヶ月、大規模なリフォームだったんです。そして、完成して約2ヶ月、レポートいただきました。おかげさまで、ご機嫌な毎日、暮らしてます。えー、使えるところがあったら、こちら、私のあんこの体験、経験、シェアさせていただきます。ありがとうございます。 築45年って聞いた時に、えそんなにって。それでリフォームどんな内容だろうと思ったら、立派なんですよ。築45年。これ、クリーナップ桜シリーズ。すごいですね。コンロは、でもやっぱりテーブルコンロから IH コンロに一度交換されて、レンジフードも変わっているそうなんですが。でもでも、築45年、本当にこのクリーナップが宝スタンダードトレーシャに生まれ変わります。 二部屋で仕切られていた、この台所空間と手前のこのダイニング。こちらの方の壁、取っ払えたのは、こちら、あの奥の分。これキッチンの台所から見るとなんですけれどもね。もう、釣りと、釣りと、釣りと、収納、収納、収納。もので溢れていたんです。で、この仕切っているハッチ、壁を撤去。一部屋にできました、鉄骨。こちらの方の、まあ、 ある意味全然違うこのキッチン、ダイニング空間に生まれ変わったんですよね。あちら、正直、こちらの方は奥に和室があったんで、ここの引き戸も回収。で、今回のキッチン、リフォーム、2ヶ月いろんな形あったと思うんですが、そもそもリフォーム、何をアンコちゃん、重要視されたんですかこだわりのポイント、教えて こちらのアンケートいただきましたデザイン重視なるほど確かに分かります見ただけで一番こだわったリフォームのポイントデザイン価格収納などなど教えてこちらの回答がこのデザイン雰囲気なんですよで前から おしゃれなタイルのキッチンにするのが夢だったあんこですお掃除的にはいばらの道ですがタイルにしましたこれね見た瞬間に上品でこのウッドのところとも色合ってる女性設計さんが入っていってなるほどパネルは宝の売りのホーローパネルお手入れ性がよくいろいろくっつくしめっちゃあんこ魅力的でした が、タイルはキッチンの雰囲気アップにはとっても効果,効果的で外せない。そして何と言っても家具とも相性、良い仕上がりになったと満足しています。いかがでしょうかもちろんです。このね、オープンなら釣りとなくして、ここもなんかこう、タイルプラスナチュラルテイストはモダン。雰囲気大満足です。 このダイニングテーブルとキッチンの間に、この仮置きできるような配膳カウンター、家具置いてますけど、これとも合うじゃないですか。で、山さん的には何と言ったって、これ、ステンレスプラスタイル。で、以前ですね、覚えてらっしゃるかわかんないですけど、えー ステンレスプラスタイル、えー、こちらの方ってやっぱり相性いいんですね。ステンレスで予算下げてタイルで合わせてこちらの方をしました。そんなキッチンもご紹介させていただいてますが、ステンレスプラスタイル、これ見直して絶対人工大好きである必要ないかなって、山さん的にもこれ見ると、ステンレスタイルいいですね。だって予算配分って山さんいつも言ってるじゃないですか。ステンレスかっこいいし、タイル上品だし、これ、 どうですかステンレスタイル。いやー、素晴らしい。ステンレスタイルどんどん送ってください。おすすめです。張り伸ばし。で、山さんのアドバイスでいただいていた、コンロのカウンターとか油が8ち切るっていうことで、普通、通常よりもタイルは張り伸ばして約200ミリオーバーして貼りました。20センチですね。で、タイルピン切りで、これも予算を抑えるため、かなり悩みました。採用。 したのは平田タイルのセダルカッコアイボリーです。ご興味ある方はこちらご参考にしてみてくださいね。ということで本日のまとめいきたいと思います。ポイント、何を重視をするのか大切です。予算配分での優先が明確化になったからこそああいったキッチン仕上がる。 何を重視するそこを決めましょう。三つ目、タイルと家具の相性、ナチュラルな木。こちらとの、やっぱりハードなものとちょっと柔らかみのあるようなもの。ステンレスプラスナチュラル。この辺も全部、タイル、ステンレス、ナチュラル、木。この辺ですよね。この辺との相性。ということで、おしゃれに仕上がります。最後おまけ、山さん5つもおすすめしてますが、コンロの え、横は、張り伸ばして、OK です。結構言われるみたいですよ。え、こんなに張り伸ばすんですかそうなんです。飛ぶんですよ、油が。LINE 登録で、定期的にプレゼントを配信してます。ぜひ、山さんとお友達になっていただいて、こちらの方の動画、それから、オンライン友の会、ぜひ、山さんに会いに来ていただけると、とっても嬉しいです。本日も最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。次の動画でもお会いしましょう。いきます。せーの。必ず、できる ステンレスプラスタイル、どんどん広がっていきそうですね。